善と悪、それは互いの存亡をかけ戦わねばならぬ宿命の関係。解けてなくなれさ、滅法。エジプトの呪いをかけてやるわ。行け、メタリオ、カーメンバー。やめろ。どうかしましたか、レッドさん。どうかしましたじゃねえだろ。なんでちょっと見ない間にそんなに太ってんだよ。確かに太りましたけど。ちょっとふっくらしましたかね。何がふっくらだ。てめえミラのくせに顔パンパンじゃねえか。二日酔いの朝か。そういやお前の状態すでにミラじゃねえよな。せえお前、お前の手かけみたいな話しやがって。ほらほら、二人とも喧嘩しないで、そのエネルギーはレッドさんにぶつけようよ。できるか。ったく、そんな血色のいい怪人と戦う気になれるが、バンドエイジ並みのあからが押しやがって。レッドさん、足を崩してもいいですか。なんか今日はいつもより足が痛くて。太ったからだ。なんでだ。はい、なんでそんな急激に太ったんだ。はい、なんていうか、つまり僕の味覚が美味しくって。美味しくって、秋の味覚が美味しくって太った。それが悪の組織の幹部の言うことか。ほら、フォーシャイムの脂肪は日本中に散らばってるんで、各支部でその土地の味覚を送ってくれるんですよ。埼玉支部からおさつまいも、宮城支部からサンマとか、川崎支部からも梨を送ってますけど。話はどうでもいいんだよ。バンプ様の料理が美味しいんで、つい。そう、スイート食べてたらどんどん太ってしまって。でも、バンプ様が太ってしまったのは違うんです。みんなが残した料理を無理してて食べてたからなんです。責任感から太ってしまったんです。そんなベテラン主婦みたいな責任感より、悪の組織としての責任感を持てよ。帰る。言っとくけど、お前らが痩せるまで対決はしねえからな。くっそー、何様だよレッド。偉そうに何が対決しねえだ。別にお前の許可なんか取らねえで襲うからいいもん。私、レッドさんの言葉グスッと来て。レッドさんが正しいよ。私たち大切なこと忘れていたよ。秋の味覚よりも世界征服の方が大事だってこと。ダメだ。今の私たちでレッドさんに戦ってもらう資格はないよ。確かに俺たち体重が増えた分パワーもレベルも上がったんじゃね。なんてポジティブに考えていたけど、筋肉が増えたわけじゃないもんね。秋の味覚の魅力に勝てないようじゃレッドにも勝てるわけないよな。ちょっとのダイエットしよう。はい。その日からバンプたちは自らに厳しい訓練を課すことにより、ダイエットとパワーアップの両立を目指したのだ。バンプ様、モナカ食べる？食べる、食べる。そこっち食べるね。じゃあフィルは拙者、拙者。二人ともすっかり元通りだな。バンプ様こそ。よし、早速レッドに特訓の成果を見せてやるのだ。ちょっとレッドさん、なんで出てきてくれないんですか。俺たち努力して痩せたんですよ。忙しいんだよ。また今度な。今度。ひどい。私たちがダイエットで食べられない分、秋の味覚をお裾分けしてあげたのに。そのおかげで太っちゃったなんて言えるわけないわよね。正義の味方が。うるせえ、もかる。お前ら、それいけ。バンプ様の暮らしの知恵、取れない。何してるの、ウサコッツ。あ、バンプ様、シネコの人口にガムくっつけられちゃって。ああ、そんな時は、はい、これマーガリンの油分にガムを溶かす効果があるの。他にバターでもオリーブオイルでもいいんだよ。どう？あ、取れた。ありがとう、バンプ様。無理にこすったりしたらダメだよ。毛が抜けちゃうからね。ん？あ、デビル猫くん。あ、ん？どうしたの、デビル猫。猫くんもガムくっつけられちゃったの？うん、違うの。え？ストレスで円形脱毛症に。言っても分かってもらえないと思うけど、家庭のも。
バンプ様。なに、これ見てくださいよ。長崎支部が送ってくれたカステラが。きっとネズミだよ。やだ困る。もうネズミなんかどこから入ったんだろう。穴でもあるのかな。いってすみません。びっくりした。どうもご無沙汰しております。カピバラ型怪人バラピ、彼は怪人派遣の闇サイトデリバリーモンスター、通称デリモンの契約社員である。あの、私今日はデリモン頼んでませんけど。はい、実はですね、私新しく怪人派遣会社を立ち上げまして、以前にご指名いただいたお客様を中心にご挨拶に伺って回ってるんです。え、そんな前の会社のお得意様を取るような真似していいの？はい、実は前の会社がなくなってしまいまして、それだったら人脈を生かさせてもらおうかなと思いまして、経営の方に転身を。あ、ちょっとすいません。あ、どうもお疲れちゃん。どう、辻さん捕まった？そう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 、インチキパンダみたいな方の辻さん。やられ、いや事務所にね寄らないで来てるから。あ、バンプ様、じゃあまた捕まったら、ね、台所のネズミの件、ね、一度業者に来てもらえます？そうだね、すいません、大事な電話だったもので。で、どうです、最近怪人が足りなくてお困りだったりとかは？うちの組織は結構いっぱいいるからね、怪人。はい、フロシャイム様のような大組織様へはですね、こちらのスポット君をおすすめしてるんですよ。まさに以前私が呼ばれた時のように、急に怪人が必要になった時に呼んでいただけるプランです。ああ、はいはい、要はスポット参戦のスポット君なんですね。ああ、でも入るとなると本部の方にも確認取らないといけないかもね。その辺はご検討いただいてからでも。でも気軽に考えてくださればピザ屋に注文するみたいに。へえ、面白いね。じゃあ何かありましたらよろしくお願いします。わかりました。で、バラピさん、まだこれから他回るの？あ、次はあれです、サンレッド様のところへ。え、シミュレーションプラン？はい、そちらはヒーロー様専用のプランでして、私どもの怪人と対決の予行演習をしていただくプランとなっております。ああ、そういう用途で怪人をレンタルするんですか。お前らはまた何でいるんだよ。対決のブランクが空いて勘を取り戻したいというヒーロー様にご好評いただいております。興味ねえな。ちょっといい、このワクワクコースって？はい、そちらはオプションで怪人3人、戦闘員10人まで増やせます。すごい、戦闘員を10人も。うちでさえ2人なのに。はい、あとちょっとお高くなりますけど、爆弾や破壊光線などを使用したより臨場感のあるシチュエーションを再現できるドキドキコースもご選択いただけます。すごい。はい、さらにオプションとして人質救出イベントを追加したハラハラコースもございますよ。今ご加入いただければ人質として幼稚園バスをサービスいたします。すごいすごい、これはもう入るしかありませんね。そんなに興味があんならよ、お前らだけで話しろよ。え、でも私正義の味方じゃありませんよ。あ、じゃあレッド様、こちらのプランはいかがですか？ほらほらレッドさん。苦手くんと言いまして、火系、水系、地中系などヒーロー様の苦手なタイプの怪人を派遣させていただいて訓練していただくプランです。レッド様は苦手なタイプの怪人とかございませんか？レッドさんに苦手な怪人なんていませんよ。ねえレッドさん。俺はお前が苦手だよ。言って、別の意味でだバーガー。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。ハイブリッドか。たまにはドライブとか行ってみたいわよね。綺麗になりまちょうね。かゆいとこありましょう。ジョーエジプト。あ、レッドさん、ちょっと車任せよ。急に仕事入っちゃって。え、レッドさん、前にも言いましたけど、車内は気に吸ってください。どんどん。はい、バンプとカヨコのサット一品。みんなお待たせ、今日は気合入ってるの私。皆さんメモのご用意を。今日は名付けてニコ玉丼。え、ニコ玉？カヨコさんはオムライス好き？好きですけど、カロリー高いし作るのも大変で。今日はそんな人にぴったりの料理だよ。じゃあ材料の紹介。丼一杯のご飯、
卵2個、鶏肉の細切れ、量はお好みで、玉ねぎ半分、水1分の1カップ、バター、サラダ油、ケチャップ、塩、それに胡椒ですね。ではまずはじめに玉ねぎを切ります。次に卵を割って軽くかき混ぜ、塩と胡椒を振ってさらに軽く混ぜます。温まったフライパンにサラダ油を敷いて、あ、ご飯も今のうちに用意しておいて。はい、手際が大事ですね。溶き卵を入れてふわっと半熟状態になるまでかき混ぜます。ここでもあまり混ぜないんですね。これを丼のご飯にのせておきましょう。空いたフライパンにバターを入れて、玉ねぎと鶏肉を加えてよく炒めます。ほいほいほいと今のうちにケチャップの用意をしておきましょう。かよこさん、焦がさないように見ておいてね。了解です。ケチャップと水を同じ割合でボウルに入れてよく混ぜます。こっちもそろそろいい感じかな。玉ねぎが少し色づくまで混ぜるのがコツ。いい色になってきましたね。塩と胡椒で味を整えたところにさっき伸ばしたケチャップを入れてよく混ぜながら煮詰めます。いい香り。味を調整して卵の上にかけて完成。ニコ玉丼。卵が2個入ってるからニコ玉丼なんだ。おいしい。親子丼とオムライスのいとこ取りって感じ。ご飯は油で炒めてないからヘルシーだし、卵でくるまなくていいからオムライスより簡単でしょ。バンプさん、どうしてこんな美味しい料理思いつくの？だって私一日のほとんど料理のことばっかり考えてるからね。それより考えなきゃなんねえことがあんだろ。俺が言うのもなんだけどよ、